ずっと虐げられてきたのがウクライナっていう国と民族なんですよ。飢え死にさせたんですね。それがなんと500万人とも600万人とも言われています。明確にウクライナっていうのはロシアと別の国なんですよ。岸田首相がウクライナを訪問したってことは正しいんだっていうことを私は言ったんですね。でそれに対してその友人はですねどういうふうに言ったかというとそれはわかると。そのことはわかるんだけども。 でもねと、ウクライナとロシアは、まあ、いわば兄弟関係にあるじゃないかと。ロシアから見ると、ウクライナは自分の国の一部。つまり、今回のロシア、ウクライナ戦争ってのは、いわば。国の一つの国の中の内戦のようなものなんじゃないのかな。っていうふうに言ったんですね。確かにですね。ロシアよりのメディアとか、あるいは S. N. S. でも、そういった主張がなされています。これは、私から見ると、多くはロシアや中国による。 プロパガンダだろうと思ってますが、これは実はですね、いやそうじゃないんですよと、あれは一つの国の内戦とは全然違うんですよと、それはウクライナの歴史を見てください。ウクライナの歴史を考えればね、それは全然違うんだと。ウクライナって国はロシアから長年の間虐げられて、自分の国の一部に併合されて、ずっと虐げられてきたのがウクライナ。 とという国と民族なんですよと確かに今ウクライナ人とロシア人は親戚も多いしロシア語を話すウクライナ人もたくさんいるしそういう意味で現象だけ見ればいかにもその兄弟のように見えるかもしれないけども歴史を見れば全然違うんですよとその一番分かりやすい例が長いことウクライナはロシア,ロシア帝国の一部だったでそれがウクライナとしてはこんなロシア帝国の一部では、うん、たまらんとなんとか独立したいと。 ずっと考えている人たちがいてでロシア革命が起こってロシア帝国が崩壊した時に一時ウクライナは独立国家になったんですよねウクライナ人民共和国という独立国家ができたんですこれは1917年の6月にできましたしかしその後ソ連が冗談じゃないやと前の国なんかずっとロシアの一部なんだと言ってあっという間に武力で併合しますでソ連の一部になった でソ連の一部になってウクライナ民族ウクライナの人たちでどんな酷い目にあったかというと、例えば非常に有名なのがいわゆるホロドモール1932年から33年までに起こったですがこれは何かというとソ連っていうのはいわゆる共産主義国家社会主義国家ですから農地の私有を認めないウクライナっていう国は大変肥沃な土地で小麦もたくさんできるしさまざまな農作物が ものすごく豊富にできるそういうい土地だからそこの農民は誇りを持って自分の土地を工作してそこから実りを得ていたんですねウクライナの農民たちは。それをソ連という国ができてソ連がお前も自分たちの国の一部だと言って併合してその結果何をしようとしたかというと集団農場場というのは土地の私有を認めないだからお前たち自分の土地じゃないんだと言って全部取り上げて これをその集団的に運営しようとした。で、これ集団農場というのはですね、私が子供の時に社会科の教科書で習いました。あの時はですね、まあ、マスコミも教育者もアホばっかりですから、いかにもその共産主義のソ連が集団農場という政策でもって、いかにも国がうまく運営されていると、農業もうまくいってるんだという報道。もし教育もしてたんですよね。だから私も子供の頃にへえ。 集団農場なんだ土地は国のものでそれを数多くの人たちが分担して農業やっていくんだえそんなこともあるんだな日本とは全然違うなよくわかんないなと思いながら見てました子どもの頃ね。実はあの時すでにソ連ででは集団農場全くくうまくいっってなかったですねで日本のジャーナリストも多くソ連に行っていろいろ見学などしてたようですけども特に田原総一郎さんなんかは若い若い時にですねソ連に行っていろんなものを見て あれこれちょっと違うなと思ったけどソ連の社会主義がうまくいってないということを言っちゃいけないような空気があって日本に帰ってきてもそれは言わなかったって言ってますけどこれはとんでもない間違いでねそんなジャーナリストばっかりだったから日本はソ連や北朝鮮に対して幻想を抱くことになったんですよね、まあ、それはそ,ういそれで置いといていたして一生懸命耕していたそれを集団農場に組み込もうとしたそれに対して農民たちは反発したんですよね。 冗談じゃないとで、その反発を見てスターリンはどう思ったかというとこれはいかんとそもそも共産主義社会主義というのは何の正当性もありませんからこれを何としても維持しようとしたらこれ反発したものを殺すしかないんですよね反対者は殺すしかないこれがスターリンの発想なんです社会主義共産主義というのは常にそうなんですけど反対者は殺すしかないそういう発想で見てますからウクライナに対して何をしたかというとウクライナで取れた豊富な農産物を全部 取り上げてその上でウクライナの農民たちを人工的飢餓という言い方されてますけども飢え死にさせたんですねそれがなんと500万人とも600万人とも言われていますそれだけの人を餓死されて平然としているのが社会主義共産主義のリーダーであるスターリンだったんですね今も一緒ですそういうことがあってウクライナ民族っていうのはロシア人に対して 強烈な恨みを持っているんですがにせソ連という強大な軍事国家があって独立できない時にドイツとソ連となんで戦争が起こったんですね。でナチスがソ連に一時的に勝ってウクライナにナチスの軍隊が入ってきます。ウクライナからすると ようやくソ連から解放されたということでウクライナの人たちはドイツに協力する人たちもたくさんいたんですね。スタリーみたたたいいいいな極悪のやつに支配されるるよりはまだいいだろうと思って協力する人たちがいたそれに対してソ連はその後欧米の援助もありソ連がドイツとの戦争に勝つことになるんですがその後ソ連は何をしたかというとウクライナ人に対してナチス協力者。 という思いを着せてですねこれまた皆殺しにするんですねウクライナ人はですよウクライナ人からすれば何としても独立したいというその思いだけなんですよスターリンから六百万人五百万人が餓死させられてますからねホロドモールでそういうウクライナ人からすればスターリン以外なら誰でもよかったんですねでナチスに協力した極悪人ということでスターリンはウクライナ人の中からまあいわゆるナチス協力者を選び出して皆殺しにすると こういうことを行う。で、未だにですね、プーチンは言ってるでしょ、ウクライナはネオナチだというふうに言ってる。あれはまさにそこが、それが原点なんですよね。だからプーチンの言うネオナチとかね、あるいはゼレンスキーはネオナチなんだ、なんていう話は全く嘘っぱちなんですよ。そういう、 ことなんでソ連が崩壊してようやくまたウクライナという国が独立できるわけですけどウクライナからするとですねその昔ロシア帝国の支配下にあってとんでもない苦しみを味わっていたウクライナ人がようやくロシア帝国の崩壊ロシア革命によってロシア帝国が崩壊して独立国になったにもかかわらずまたロシア人に支配されてそして600万人500万人が飢え死にさせられそしてナチス協力者の汚名を着せられてまた殺される。 そういういいいとんでもない思いをしてきたその挙句に91年にようやくソ連が崩壊ししてまたた独立したそこにまたもや大ロシア主義というかウクライナはロシアの一部なんだという妄想に取り憑かれたプーチンにまた2014年にクリミア半島を軍事侵攻されて併合される。それが ウクライナ人人とロシア人の関係なんですね。だからプーチンが言うウクライナがロシアの一部であるとかあるいはウクライナとロシアは兄弟みたいなものだとかいうのは,これはとんんででもなない嘘っぱちなんですよね。確かにウクライナはロシアに長年支配されていましたから入植者がもう大変多いつまりロシア人がたくさんウクライナに入植してそこで移住して生活している。 そうすると当然ロシア側を話すと人が多いのも当たり前ですよね,ねそういう中でロシア人の親戚も多くなるそのこと自体は事実なんですがこれは明確にウクライナっていうのはロシアと別の国なんですよ、えー、そのことを忘れちゃいけないでそういう話を私がスシアで、ね、友人に話をしましたらその友人がですねあそうなのかと間違っていたと自分はそれならわかると言って考えをね 180度変えてくれたんですよねやっぱりそれはあの純粋に日本の国のためにどうなんだというふうに考えていたただ情報が少なかったために私と結論が違っていただけのことで日本の多くの親中親ロ派の政治家やジャーナリストと違ってねその歪んだイデオロギーなんかを持っているわけじゃないんですよねだからそういう人は話せば分かるということで理解してくれました。私も大大変変嬉しかったでですね大変好きなな友人なんで自分と ロシアウクライナの関係ロシアによるウ,ウクライナ侵略戦争に対する考え方が大きく違っていたのが大変最初残念だったんですけどでも話をすれば日本の国のためにどうしたらいいかっていうその基本ラインが一緒ですから考えも一緒になるというところで大変嬉しかったんですよねこれがあの例えば中国から大変なお金をもらっているとか中国に行ったら女性を当てがられてそこで録画を撮られているとかそういう政治家であればねいくら話をしてもこれは 通じないです考えを変えることは永久にありませんのでわからないように少しずつ中国やロシアに利する発言をしていくでしょうこういうものはおられはよくよく見極めないといけないというふうに思いますねでところでこのご質問の最初に戻りますけど wbc のニュースが多すぎてあまり話題になっていませんが岸田文雄首相がウクライナの首都キーを電源電撃訪問しました今ウクライナを訪問する意味って何だと思いますかこれは 当然ながら G7 の議長国としてですね G7 の進むべき方向性を何としても明確に示したいということでしかもこれがちょうどたまたま習近平がロシアに行った時つまり習近平っていうのは口ではですよ和平の道を探るんだと言いながら中身としては具体的な和平の枠組みは一切言わずに言うことは欧米からの兵器の 供与欧米からの援助はやめなさいっていうのと、ロシアに対する経済制裁はやめなさい。これしか言ってないんですよね。口では和平を望むんだと言いながら、結局のところロシアの言い分だけを後押しするというね。とんでもない輩なんです。これでそれと明確に明らかに違う。日本の首相の在り方を示したということで、大変意義があったと。 いいうに思いますね一部どうもゼレンスキー大統領もあるいはゼレンスキー大統領と会うという岸田首相もテロリストから恐れるリスクがあったと思うんですけどそれについて一部報道がゼレンスキー大統領と岸田首相が会う前にすでにその報道をしたとかしないとか言われていてこれは大丈夫かなと。というのは一旦報道したら世界各国をこのニュース駆け巡りますから。岸田首相がポーランドから列車で ウクライナに入るということは分かってしまいますのでこれは攻撃される恐れがありますからこれは私が報道機関だったら報道し第いけどなというふうに思いましたね。はい、チャンネル登録高評価していただけると励みになります。はい